今日の試合を終えて率直な感想と意気込みをお願いします。はい、うまくいかない時間帯もありましたが、80分を通して自分たちがやるべきことを続ききれたことが何よりの勝因だったのかなと思います。季節は九州前年度優勝チームが相手になりますが、思い切って挑戦していきます。敵は常に己にあり。